ありがとうございます。じゃあ最後ね、ちょっと何の曲やるかって話なんだけども、一応この曲が一応 YouTube に動画載せてる中で一番再生回数がいってる歌でございまして、ちょっといいですか、ラブソングなんですけども、ラブソングなんですけども、はい、一応この歌だけお願いしたいことがありまして、この歌の内容が事実かそうじゃないかを僕に確認するだけ絶対やめていただきたいと。それだけお願いして歌わせてもらってるなの最後に寒いよ、ちょっと暖かくさせてください。最後じゃあ盛り上がってまいりましょう。年上の彼女ゆうちゃん、ご準備よろしいですか。ありがとうございます。じゃあ行ってみましょうか。ワンツーワンツースリーゴー。僕は去年の6月からビルの清掃のアルバイト始めたのだけれども、そこでは綺麗にするために二人一組のチームで動いてる。そこで僕の相手はこのパート20年のベテラン、細野義恵さん68歳。年齢の割にいつも小綺麗な格好をしてるけど、これでもう3人のお孫さんがいる。最初の火曜日、細野さんが僕にこう提案してきた。どちらかが急に休むとき引き継ぎなどしたいから、そうだ、ラインを交換しましょう。交換したその夜から、細野さんからのラインの連打が鳴りやまなかった。彼女はいるのかいないのか、いつからいないのか、年上の女性はありなのか。せっかく始めたバイトをやめたくないがために、僕は大事なものも見失ってた。夫もいるし、ましてや孫が3人いる人と、気づけば僕は頃、僕は細野さんをもうよしえと呼んでた。二人の間に何があったかを探ることなどは全くもってやぼなこと。せっかく始めたアルバイトをやめたくないがために、僕は大事なものを見失ってる。現在進行形で言ってたので、もしかしたらこの